どうもごまごまっくろです。嫁です。今回は鬼滅の刃のかまど炭治郎と禰豆子兄弟を聞きました。はいこの絵は結構、ネットで調べるとすぐ出てくる絵なんですが、うん、2人がアップで写ってていい絵だなと思ってチョイスしました。いい絵ですね。楽しそう。なんかね、炭治郎のかっこいいところ剣持ってて、うん、っていうのも考えたんですけど、なんかこの二人って可愛いからさ、うんうんうん、なんか笑ってるところがいいなと思って、うん、この絵にしました。いい絵ですね。長男と長女やからね。そう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 。鬼滅の絵はスクラッチアートが映えるからいいですね。そうね、描きやすいですね、うん、グラデーションも少ないし、結構白黒がパキッとしてるので、羽織以外はおすすめです。うんうんうん、羽織以外は、羽織はもうダメですね。義勇さんの時にね、トラウマですね炭治郎も着てなかったっけ、なんかそういうの。でもね、模様はただのチェックみたいな感じで。ああ、じゃあ義勇さんが難しかったんだね。そうね、禰豆子の着物も多分難しいんだと思う。この絵ではあんまり出てこない。うーん、からよかった。よかったね。でも2人顔描いたから大変そう。そう、やっぱ顔が一番時間かかるんだけど、うん、2人になると倍かかるよね。楽しかったけどね、やっぱ。綺麗に描けたね。ありがとうございます、はい、そういえば禰豆子ちゃんの趣味は何だと思いますか。え、趣味あんの、うん、人間人。違う。あ、人間児、そう、人間の時かな、分からんけど。趣味、本部。違うよ。え、何ですか。裁縫らしいです。さっき見た付け焼き鉢式。そう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 。何の裁縫、なんか分からんけど売れるレベルって書いてあった。うわ、もう知識あっさじゃ炭治郎は、炭治郎の趣味炭治郎の趣味、うん、巻き割りそんなしてる場面あったっけ。なんかやってなかったっけやってたっけ。兄ちゃんに貸してみなみたいな言ってたっけ。炭治郎は頭突きらしい。え、趣味が。そう、頭突きと掃除って書いてあった。それ特技じゃなくて。うん、趣味って。もうやばいやつやんそれ確かに。でも頭突きよくしてたよね、伊之助とかにもしてた気がする。一番最初に義勇さんになんか一矢報いたの頭突きだっけ。あれ、義勇さんに一矢報いたっけ。最初さ、禰豆子を殺されそうになったやん。ああ、ああ、あの時斧を投げてそれを取りにして、うん、頭突きじゃなかったっけ。あの時ああ、どうだったかな。いや、斧を投げたのがそれじゃなかった、一矢報いたやんじゃなかったっけ。ああ、そっか。うん、斧投げたのが時間差で斧が落ちてきたのか。そう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 。頭突きは関係ない、うん、他は炭治郎は身長が160何センチだったっけ。160センチちょっとあるらしい。ちっちゃいね。そうかな、大正時代やからそんなもんか。なんか日本の男性の平均身長って170ぐらいでしょ今。うん、うん、今そのくらいだね多分。割にやっぱちっちゃいね。うん、でもまだちっちゃいんじゃない、子供でしょまだ。そもそも炭治郎何歳分からん。ちっちゃい。でも子供じゃないまだそうかな、うん、なんでさ趣味とかしてるくせにさ。本当よ、そこ見ない。うん、見なかった。へーって思った。あ、禰豆子がだいぶ、炭治郎もうこれでできてると。あとね、髪をもうちょっと。あー、すごい。目をつけたら終わりかな。でもなんか目のところ難しそう。禰豆子の目楽しかった。あ、そうなんだ、うん、なんかそれっぽいでしょ。うん、自信満々だね。ちょっとうまくできたからすごい、この竹加えてるんだよね、これが上手。竹？うん、あ、綺麗。すごいいいね、鬼滅は。やっぱパキッとしてて、そうね。うん、もうすぐできる？あ、そうね、もうできるかな。お、ちょっと飾り映えのするいい絵になったかなと思います。
上手に描けました。ありがとうございます。はい、完成です。はい、おめでとうございます。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしてます。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。